はいどうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ミストです。今回はシャドーバースの方やっていきます。で、今回なんですけども、はい、スパルタクスロイヤルの戦い方のご紹介ということで、はい、アンリミテッド限定ってわけじゃないんですけど、アンリミテッドの方が勝率が高いですね。はい、スパルタクスさんは6コストの指揮官で、ファンファーレ、場に出した時、あれですね、デッキの一番下、デッキが0になるとこのゲーム、敗北扱いになるんですけども、逆にスパルタクスさんはデッキが0になったら勝利になるっていう感じですね。はい、それを利用した特殊勝利デッキでございます。で、このデッキのキーカード、まずスパルタクスさんですね。そして、新たなる運命、そして7コストの兵士であるマスターディーラーアルヤスカさん。まあ、昔はアルヤスカさんがいなかったので、新たなる運命だけでもなんとかなってたんですが、守護、号泣の守護を出せれるってことで、今かなりこっちの方が安定してますね。ということで、今回はね、このスパルタクスロイヤルさんの戦い方やっていきたいと思います。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さて、それではやっていきましょう。お相手さんは今回はヴァンパイアさんですね。ヴァンパイアさんは先行取られるともうかなりきついのですが、一応先行は引けたということで、はい、先行の場合は、スパルタクスさんは今持っててもあれなので、ドローができる、手札を増やすことができる、純真の歌い手だけキープと。で、一応このデッキのルーちゃんは、あれですね、エンハンスなしで使うと、あの子を確実に持ってきます。アイテールですね。で、この大掃除は、まあ、入れなくてもいいんですけど、たまに活躍するときがあるということで入れてます。はい、お相手さん、うごめく資料。これほぼほぼ確定で、コウモリというか、自分でダメージ受けていくスタイルのお相手さんですね。ここはルーを出して、手札を増やします。アイテールも、3コストで使ったら4コストの何かを持ってくるということで、お相手さんの2ターン目の動き次第ではありますが、最速ルパ、6ターン目にスパルタクスをして、7ターン目アルヤスカ、8ターン目、何ですか、新たなる運命って感じでもいいんですが、今回お相手さんが、ガンガン押してくるデッキなので、ちょっとこれはやばいかなってところが少しありますが、今回は頑張ってやっていきましょうか。悪夢の始まり、お相手さんがドローに回ってくれたので、ここはまあよしとしましょう。自分のリーダーのダメージをね、増やされるのが嫌です。で、ウェポンディーラーさん、イルミスナさんは、スペルカードもしくはアミュレットを持ってきてくれるんですが、これは完璧にあれ狙いです。新たなる運命狙いです。だったら大掃除とか入れない方がいいんじゃないかとか思ったりするんですが、どの道変わらないんですよね。はい、他にもキーカードがありますので、はい、スパルタクスさんか。次進化可能なので、そうですね、アイテールさんプラスウェポンディーラーかなって感じがしますね。やばい、ウェポンディーラーさんの名前を忘れたな。お相手さんフルフル、これは何かを走らせてくる気配がしますね。鮮血の花園、これはそうですね、ちょっとアルヤスカさんを狙ってる時間がなさそうです。アルヤスカさんで、ああ来たね、アルヤスカさんで守護を展開しつつ手札を回すっていうのでもいいんですけど、まあ、それが選択肢の一つとしてあるんですが、ちょっとお相手さんが今回ガンガン攻めてくるタイプですので、ちょっと今回はそうですね、若干運任せになるんですけど、新たなる運命を狙っていきますか。一応6ターン目にスパルタクスを使った後、7ターン目に、新たなる運命、新たなる運命、新たなる運命と3回すれば、手札次第ですけど、手札次第では勝てるんですよね。7ターン目に勝つこともできます。ただね、新たなる運命を2枚引いてしまったって時がかなりきついので、その時のためのアルヤスカさんでもあるんですが、ワイトさんこれやばいな、めちゃくちゃバフしてくね、まずいな。手札の何かをバフしてますが、
怖いですね。これは盤面に一体もフォロワー残したわけで、でスパルタクスさんは何ですか、場に残った場合は兵士フォロワーを敵から2枚持ってきてくれるので、それを利用して手札を増やす。これで手札が8枚で、次のドローで9になるので、これはうん、そうですね、新たなる運命の方が良さそう。多分そろそろ走ってくるんじゃないかな。血の取引、なぜに手札があんまりよろしくない。一応バフしてきたもののみたいな感じかな。復讐状態と走れないやつもありましたが、ラウラさんですか。うわー、攻撃力9、進化して11。ギリギリ耐えるぞ。ギリギリ耐えましたね。これはどの道守護張っても負けちゃうので、新たな運命狙っていきましょう。 OK、 1枚だけ。ここで運命引ければ勝ち。引けない、まずいな。これは大安売りで光の道筋を捨てて、光の道筋の効果で OK! 勝ちです。はっ、最速7ターン目に決めることはできるんですけど、安定はしないけど、今アンリミで一番勝てるのもしかしたらこれかもしれないって感じですかね。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。